はい、どうも皆さん、こんにちは、ミーネットです。さあ、というわけで、今回はですね、集まれ動物の森の、ダイレクトではなくて、今回は、ニンテンドーダイレクト、ミニが、2020年の3月26日に放送されましたということで、気づかなかった人もね、いたと思うんですよ。これ、もともと事前に予告されてたわけじゃなくて、突然ですね、昨日の夜に放送されたわけじゃなくて、YouTube にアップしたから見といてね、みたいな感じで、出された映像なんですよね。まあ、というわけでですね、まず一旦皆さんに、内容を見てもらって、そっからですね、僕の声を入れていきたいなと思います。というわけで、どうぞ。先日発売された、集まれ動物の森。無人島生活をすでに満喫されている方も、まだこれからの方にも、無料アップデートで楽しめるイベントのお知らせです。更新データをダウンロードすることで、4月上旬、イースターバニーのピョン太郎があなたの島にやってきます。ピョン太郎が島のあちこちに隠したイースターエッグを集めて、イースターの季節限定の特別な家具を DIY しましょう。イースターのお祭りは4月1日から4月12日まで、ぜひご参加くださいね。また4月下旬にも無料アップデートを予定しています。アースデーなど4月下旬以降に体験できるイベントや要素を追加予定です。今後のアップデートについては動物の森公式ツイッターなどで順次お知らせしていきます。無人島での新生活アップデートも含めてどうぞお楽しみください。まあ、というわけでですね、1分14秒あるこちらの映像が今回行われた任天堂ダイレクトの内容になっているんですけれども、北半球の島での撮影になっております。集まれ動物の森ですね。で、いろいろとパンジー系があったり、あとチューリップとかが咲いている感じになっていて、後半の方がね、どっちかっていうと大切な内容になっているんですが、カトビ棒ですね。カトビ棒を使ったら魚逃げるもんな。で、最新のアップデートなんですけれども、これ多分もう一回来るのかな。今はみんなバージョンが 1.1.1 だと思うんだけど、なんかね 1.1.1A っていうのもあるらしくて、4月の1日からですね、4月の1日からイースターのイベントが開催されます。ピョン太郎ですね、見つかっちゃったみたいだね。それじゃあまずはご挨拶で、ピョン太郎のイベントなんですけれども、これですね。で、元々の内容なんですけど、このイースターの卵ですね、これを食べることによって当たり券が出てきてたんですよね、今までのシリーズだったら。その当たり券をピョン太郎のところに持っていくことによって家具と交換できるっていうシステムだったんだけど、そうですね、基本的に魚を釣る卵と、あと地面掘る卵と、多分ね、風船とかもあるんじゃないかな。風船の卵と、あと木を揺らしたら卵が出てきたり、岩を砕いたら卵が出てきたりっていうのが、飛び出せ動物の森のイースターのイベントだったんですよね。でもね、集まれ動物の森は、卵を、DIY することによって、どうやら家具が手に入るということです。卵系の家具が手に入りますね。多分ね、ピョン太郎の役割は、DIY レシピを教えてくれるんじゃないかな。そっから多分自分でやれみたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですけれども。まあ、卵の家具でね、冠も作ることできますので、かなり汎用性が高くなってるんじゃないでしょうか。イースターのイベントね、4月の1日から4月の12日までなので、かなり長いことやってるなっていうのが、今作の違いかなと思います。まあ、今まではね、1日しかなかったから、まあ、そのイベント逃したらもう、どんまいみたいな感じだったんだけど、今作はね、12日まであるということです。で、無料アップデートですね、4月の下旬に配信予定がありまして、こちらがね、アースデーと呼ばれるものですね。今まであんまり、多分、日本のイベントにはなかったんですよね。海外のイベントでアースデーっていうのあったんだけど、日本の飛び出せ動物の森とか過去作のシリーズ、まあ、E プラスとかだったらね、アースデーっていうのあったんですけど、飛び森にはなかったからあんまり、馴染みないかなと思うんですが、まあ、そちらがね、4月の下旬に配信予定ということです。まあ、こちらがですね、パッケージ版ダウンロード版6578円税込みで売られてますよっていうお話と、あと有料の加入が必要なものもありますよっていう話なんだけど、
まあ別にね、あの、任天堂オンラインに加入していなくても、こちらのイベントは楽しむことができます。あと、任天堂スイッチの本体の日付と時刻を実際の時間に設定する必要がありますということで、俺もね、もともとちょっと時間移動していて、あの、動画の企画とか視聴者さんにこれ伝えたいなっていうものがあったら、時間変更していて、あの、チュートリアルですね、ストーリーモードとかが詰まった時に、この動画見てくれたらわかりますよっていう感じで、ちょっと早めに進めてたんですけど、まああのね、半年とか1年とか、まああの、多分青バラとか、咲かせるのに日付変更する人とかもいると思うんですけど、4月1日に戻ってきてもらえたらなと思います。というわけでですね、まああの紹介が終わったところで最後のここですね。いや、あの、俺もね、結構驚いたんだけど、飛び出せ動物森って日本だけしかないイベントとか、海外だけにしかないイベントってたくさんあったんですよね。例えばこのアースデーでもそうなんだけど、まあ、あの、日本でいうところの鯉のぼりとかですね。あの、5月にある鯉のぼりとかって日本でしか馴染みがなくて、海外とかではないんだけど、まあ、それがね、あの、アースデーでは海外の方しかないっていう現状だったんですが、今作からですね、あの、アースデーも、あの、集まれ動物の森に戻ってくるということで、ちょっとですね、アースデーやっていこうかなと思います。まあ、せっかくの機会なんでね。結構ね、違いはあると思うんですけれども、で、なんで北米版持ってるのかっていうと、アメリカから購入したんですよね。この北米版の 2DS と北米版の飛び出せ動物の森を両方購入いたしまして、もうその結果なんか2週間ぐらいかかったっていう話なんですけど、これがアースデーですね、いうところの、まあ、特にね、何かできるっていうイベントではないんですけれども、まあ、これがアースデーでございます。ちなみに日本語のセリフもちゃんと入ってるんですよね。まあ、はるばるお越しいただきありがとうございます。もう国境を越えてきましたよ、静江さん。今日はアースデーですので盛り上がって嬉しいです。アースデーのグッズを用意しておりますので、よければいかがですか？これがアースデーでもらえるグッズになっております。かっこいい地球儀です。なんか、日本語にすると、ちょっとダサい感じしますけれども、これがアースデーの記念にいただける家具になっております。まあ、ちょっとね、これ北米版でいろいろ検証用というか、こういう時のために買ったものなんですけど、かっこいい地球儀っていうのはどういうものなのかというと、ちょっとね、自分の村に帰って、どういうものなのか見てみようかなと思います。しゃあ、というわけで、やってまいりましたよ。飛び出せ動物の森なんだけど、なんか集まり発売されて、飛び森やらないんですかみたいなことを聞かれたんだけど、ガンガンやってます。あれですよね。集まりには集まりの良さがあって、飛び森には飛び森の良さがあると思ってるんで、なんか全然遊びます。で、これがかっこいい地球儀になっているわけですよ。まあ、このかっこいい地球儀なんですけど、じゃあ、北米版を手に入れないと購入できないのかと。実はね、飛び出せ動物の森、アイテム配信があったんですよね。結構古いんだけど、2015年ぐらいの話なんだけど、その時に、期間限定でこれを、海外の家具を手に入れることができたんで、まあ、今回もね、なんかそんな感じなんじゃないかなと思います。実は、このかっこいい地球儀自体は、ここの上にあるんですよね。まあ、この役場の上に、まあ、存在してるということで、まあ、本当だったらなんか手に入りそうな感じはするんですけど、これ実は海外専用の家具になっておりまして、今はね、もう手に入らないんだよね。飛び出せ動物森。北米版を購入しないと手に入らないんだけど、まあ、ちょっとね、馴染みがあるという部分で言ったら、まあ、ポケモリかなと思います。ポケモリも一応かっこいい地球儀手に入るはずなので、まあ、それでちょっと馴染みがあるというか見たことある人は多いんじゃないかななんて思ったりもしています。まあ、というわけでですね、今回はまさかの集まれ動物の森にアースデーが来るということで、まあ、まだね、どういうイベントになるのかっていうのは全然予想でしかないんですけれども、まあ、あとね、1ヶ月ありますので、まあ、ゆっくりとね、情報を待ちたいなと思います。まあ、なかなかね、まだ出てきていないキャラクターっていうのがたくさんおりまして、まあ、ここのペリコとペリミもまだ出てきてないし、キザの誉れじゃないか。まあ、夢見もなんかアップデートで追加されるのかどうかっていうのもまだ判明していませんし、ここにいるハッケミーも全然出てくる気配ないですし、ハッケミーに関しては出てきてもおかしくないんだけどね。なんか今までのシリーズずっと出てきたキャラクターが急になんか出てこないっていうのすごい寂しいなって思ってて、あとクラブ師匠も出てきてないし、もう本当にペリコとペリミに関しては出てきてほしいなという思いがあります。ケント君なんか出てきそうな気するんですけどね、近々で。ついにここに来てレイジが、まあ、出てくるといった状況になりました。レイジな、ここでレイジ
期間限定のそのイベントで出てくるっていう面を考えたら、なんか他のキャラクターもそういう感じで出てくるのかなーなんて思ったりもしています。いやなんかね、レイジーって飛び盛りから出てきたじゃないですか。なんかレイジーがその限定キャラで出てくるんだったら、なんかペリコとペリミとかもっと出てくれてもいいのになーなんて思ったりもしています。いやまだね、俺もシャンクとかには一応出会ったんですけど、あつ森に出てくるキャラクター全員に会ったわけじゃないので、ちょっとね、そちらも楽しみかなと思います。あとカットリーヌさんとかね、出てきてくれたらなと思います。というわけで今回はこの辺で撮っておきましょう。じゃあな。